さあ晴天の中行われた今日のゲームですが、まずは前半9分広島のチャンスシーンご覧いただきましょう。ここで木崎選手から前に出ます。川島選手が受けて最後は上野選手のシーンです。このシーンですよね。そうですね、しっかりとあのディフェンスの、ね、視界を変えての川島選手からの惜しかったですけどね、ループシュート、はい。まあ、枠よりわずかに上というところでした。続いては24分浦和のシーンです。ここゴール前混戦になったんですけれども、最後は水谷選手も行きました。塚沢選手の、ね、ポストプレーですよね、はい、しっかりとご反応してからのしっかり広島の選手は体張りましたよね、はい。こういったアグレッシブなプレーがたくさん見られました。続いて47分浦和、三谷選手がここクロスボールから菅沢選手、ここで菅沢選手得意の、ね、プレーなのでね、しっかりと佐山選手体寄せましたね、はい。この悔しそうな表情も印象的でした。51分です。フリーキックからここですね、グラウンダーでつないでいって、そうですね、ファーでねシュート打ってもよかったかもしれないですね、はい。さあ続いてはこのシーン、コーナーから行っています。まだあります。ファーサイドからここで何度も行きますね、波状攻撃。これはすごかったですよね、お互いに気持ちがね思っていたシーンですよね。そうですね、ここも最後塩越選手、ね、しっかりとね岡本選手も触りましたね、はい。塩越選手、そして菅沢選手、清家選手もチャンス作りました。さあ広島のシーンです。木崎からここに出て上野、ここねワンタッチでね浦和の背後を取ったんですけどね、はい。さあそしてこれが得点シーンになります。浦和ここで受けて清家が行きました。ね、ちょっと広島選手のねクリアのミスであったんですけどね、はい、清家選手しっかりとね狙ったシュートでしたよね、素晴らしいゴールでした、はい。清家選手のゴールで見事浦和レッズレディース勝利を収めました。2021-22ヨギボー B リーグ第15節広島対浦和の試合は浦和が1対0で勝利しました。